兄ちゃん。よう、一人か。うん、前々からやろうとしていたクエストに行こうかなって。ん？どんなクエストなんだ？剣豪に弟子入りして修行をするっていう内容。ソードスキルの熟練度を上げられるんだって。へえ、そんなのがあるのか。面白そうだな。でも女の子はやめといた方がいいって噂もあるみたい。なんだそれ。さあ、多分修行が厳しいとかそういうことじゃないかな。その点については私は剣道をやってるし、簡単には音を上げないよ。小さい頃から積み重ねてきた経験があるもんな。けどまだまだ修行中の身、もっと努力して成長していかないとね。そういうわけでクエストに行くんだけど、よかったら一緒にどう？そうだな。うん、リーファの成長を見させてもらうよ。それじゃあ早速行こう。あの人かな、剣豪だっていう人。話しかけてみなよ。剣豪さんですか？私、修行がしたくて来ました。ほう、わしが誰か知っているとは。よかろう、みっちりと剣術を叩き込んでやるぞ。よし、頑張れよ。では道着に着替え、すぐそこの一枚岩まで来るんじゃ。え、道着？なんかこんな展開を SAO の時にも見たような。あの時は強制的に顔にペイントされて、修行が終わるまでペイントを消せないという。じゃあもしかして。さあ道着を授けるぞ。シャキシャキ動かんか。そんな動きでは上達への道は遠いぞ。そんなこと言われても。ともかく頑張ってクエストをクリアしようぜ。クリアすれば戻るはずだから。確かに女の子からしたらその格好は恥ずかしいかもな。けどここには俺しかいないから大丈夫だって。全然大丈夫じゃないよ。どうした、手が止まっておるぞ。やるしかないか。よし。せい。や。
その調子だ、頑張れ。それにしても綺麗な剣筋だな。辛くても厳しくても続けた成果なんだこれが。ちょっとそんな真剣に見られると恥ずかしいよ。いや、成長したなって思ってさ。成長？もうお兄ちゃんのバカ！バカって思ったことを言っただけだぞ。なんていうか、努力がぎっしり詰まっているというか、そんな感じだ。努力なんてしてないよ。勝手に成長しただけだもん。何を喋っておる。集中せんか。ヤクザ試練に耐え抜いた。お主はこれで一人前と言えよ。あ、装備が元に戻った。お疲れ様。これでソードスキルの熟練度が上がるのか。効率はいいけど、一人一回しか受けられないみたい。もっとも恥ずかしくてもう受けたくないけど。大体お兄ちゃんも変なこと言わないでよ。変なことって？その成長したとか。なんでだよ、褒めたんだぜ。そんなとこ褒められても、こっちは成長しすぎで逆に悩んでいるというか。リーファの剣筋、本当に綺麗だからさ、見ていて惚れ惚れしたよ。剣筋？なあ、やっぱり剣道を続けてるだけあってすごいなって思って。ってあとは何があるんだよ。なんでもない。なんでもないの。変なやつだな。あの格好で恥ずかしがっていた時よりも顔を赤くしてるぞ。そんなことないって。さあ町に帰ろう。なんか話をうやむやにされた感じだけど、まあいいか。